中内田三つ正は、日本中央競馬会、立東トレーニングセンターに所属する、調教師、滋賀県出身。実家は、滋賀県甲賀市の競争場育成牧場、滋賀楽木牧場。中内伝の祖父は、地方競馬の馬主をしており、佐賀競馬の川田隆義旧舎に馬を予託していた。その縁があり、川田氏の息子である現 j r a 機種の川田正宮人は、 古くから信仰がある。初めての対面は川田が小学校6年生の時で、当時中内田は川田から右ー君と呼ばれていた。16歳でアイルランドに渡り、JJ レノン調教師の下で本格的に競争場に携わるようになる。それから約10年間、イギリス、フランス、アメリカ合衆国を渡り歩いて調教について学んだ。イギリス時代には、 ウェスト・オックスフォード・シャー・カレッジで、馬学と経済学を専攻する。同カレッジ在学中に、フランスにも渡航し、クリスティア・ヘッド調教師の下で研修を積んだ。卒業後はアメリカに渡り、名門ロバート・フランケル旧社の調教助手となる。そこで、エンパイアメーカー、メダグリア道路、アルデバランといった名番の背中を知る。日本で調教師になるために帰国し、 2006年9月に JRA 競馬学校休務員家庭に入学。卒業後は、橋田水流休社で工場専業の調教助手を務め、2011年に調教師試験に合格した。合格後は、藤原秀明休社、各遺活費古吸者で休社経営について学び、2014年に休社を開業した。当時から移植の国際派として注目され、 世界の舞台で戦える調教師になりたいと目標を述べていた。同年4月26日、福島旧レースでキクノラフィカが一着となり、JRA 初勝利を挙げた。2016年8月28日の新潟2サイステークスをブジェットジョリーで制し、重賞初制覇を飾る。2017年10月15日、京都5レースでフォックスクリークが一着となり、 JRA 通算100勝を達成。開業から3年7ヶ月15日での通算100勝は、菅井直介が保持していた3年7ヶ月21日の上回る JRA 史上最速記録であった。同年12月17日の朝日配フューチュリティステークスをダノンプレミアムで制し、開業4年前で GI 初制覇を果たした。機種については、 川田翔宮や藤岡雄介をはじめとした、関西の機種を中心に起用。特に、川田、藤岡雄、中井の三名について、自給者のステーブルジョッキーと発言している。中内田三政の年度別成績を参照。括弧内は、当該場の優勝重賞競争。太地は、g i 級競争。2018年3月24日の阪神5レースで三着と、 なった中内伝の管理場ノーブルスピリットから、規制薬物のデキサメタゾンが検出された。同薬物は、消炎効果を目的とした治療薬であり、馬の福祉及び自己防止のために影響下にある馬の出走が禁止されているもので、競争能力向上を目的としたものではない。しかし、日本中央競馬会競馬施行規定第147条、 第14号に該当するため、加庭金30万円の処分を受けた。ありがとうございます。